ぱい。私、頭がぐるぐるしちゃってます。ファンクラブの件、あれからずっと考えてみてはいるんですが、なかなかいいアイディアが浮かばなくて。作るのはいいですけど、魅力をまるで感じないものなら意味がないですし、せっかく入ってくれた人を失望させたくないです。いえ、そんなことないです。当然のことだと思います。一体どんなファンクラブにしたらみんな喜んでくれるのでしょう。私らしさって一体何でしょう。例えばかすみさんならどんなファンクラブを作りそうかっていうことなら想像がつくんです。はい、きっとかすみんの可愛さを毎日みんなにお届けしちゃいますよとか、そういうコーナーがあったりするんですよ。愛さんだったらファンクラブのみんなと遊ぶ場所を作ってしまったりとか、かりんさんなら日々のトレーニングを紹介する動画があったりとか、かなたさんなら毎日のお弁当を公開するとか、いっそお昼寝シーンの生配信なんていいと思います。というように、他の皆さんがファンクラブを運営したらってことなら想像ができるんです。でも自分のことになると全然わからなくて。私がですか？ファンクラブは応援してくださる方のものだと思うんですけど。それはそうですね。そんなに自分勝手でいいんでしょうか。わかりました。先輩がそうおっしゃるならそうしてみます。私が何をしたいかもう一度考えてみますね。ファンクラブに入ってくださる方への最低限の礼儀ですから。